トップジャパンとは、東京都墨田区にある有限会社吉友のエアソフトガンブランドである。トップ社製電動ガン、64式 7.62mm、小銃トップ製の電動ガンは、バルグヘッド式と呼ばれるメカニズムを持つ。これは、他社製品におけるピストンとシリンダーの代わりに蛇腹を用いた不意語が入っているもので、ピストンシリンダー式で問題となる圧縮漏れを生じない利点を持つが、 不意後に亀裂が入ることがある。ユーザーの中には、メーカーが8.4から 9.6V バッテリーを推奨するところ、あえてパワーの落ちる 7.2V バッテリーを使用したり、過度の連射を避けるなどの自衛策を取る人もいる。また、バルグヘッド式をして、ピストンシリンダー式に改めるためのパーツを販売する、カスタムパーツメーカーや、機関部を東京丸井製。 メカボックスに乾燥してしまうカスタムショップもある。同社製品は64式 7.62mm 小銃や MP40 分体支援火器といったいずれも他社のモデルアップしないものが主力製品である。特に自衛隊装備でサバイバルゲームをする者にとって東京丸イが89式 5.56mm 小銃を発売するまでは同社製64式と ミニミ自衛隊モデルが数少ない種装備の選択肢であったキットが約10万円、完成品は約14万円という価格帯であった。2008年7月に吉友は電動式エアソフトガンの生産終了を表明し、今後は平成20年12月末日までサポートを受け付けると発表した。事実上のエアソフトガン市場からの撤退と思われたが、それと同時に、 M60 ミニミのトップブローバックガンシリーズを発表した。エスコート車のアスックスメカを搭載した M60 を限定発売し、さらに東京丸イ製電動ガンの89式小銃をアスックスメカのガスブローバックに変換するメカボックス、そして自社製の外装を使用したミニミのブローバックガンを発表した。ミニミのブローバックガンに関しては、 エスコートよりも安価なブローバックエンジンを販売するデトーナガン社と提携したが、その後に延期が相次いで最終的な発売のメードが立たず、一時期無期限延期の知らせがホームページに掲載された。が、その直後 G カンパニー製のブローバックユニットを搭載することを決定し、STD Mark II Para の3モデルを それぞれ10丁ずつの受注生産で限定販売することとなった。ボックスマガジンのほかマガジンにガスを注入するタイプの30連マガジンも使用できる仕様となっている。ちなみに、東京丸イ製89式小銃をガスブローバック化するメカボックスに関しては、現在ではホームページでも確認することができない状態となっている。この製品の発売の延期に関してトップは、 外部ソースとリキッドチャージのどちらでも遊べる仕様となる予定であったが、リキッドチャージでの射撃性能が安定しなかったために発売を延期したと説明している。2011年3月にサ鞘式 M4 カービンを発売し、電動ガン市場へ復帰した。カートを廃鞘する構造上ジャムが発生した場合、メカボックス内の電子式センサーによってモーターが止まるようにできている。これにより、 従来の電動ガンのような動作不良によるギアクラッシュを極力抑えている。パワーソースには 11.1V のリポバッテリーを用いて作動させ、さらにバッテリー切れの場合は手動でチャージングハンドルを動かし作動させることができる。また東京丸イ製の電動ガンに対応したオプションパーツを取り付けることができる。二千十四年四月の時点で配、はい、サ式電動ガンのラインナップ。 ライブカートモデルカートレスモデル以上の8種類がリリースされている。月刊アームズマガジン2002年11月号 P42 ありがとうございます。